尾崎健は、熊本県出身のアナウンサー。立命館大学法学部卒業後、1964年に近畿放送へ入社。主に土曜、日曜競馬中継を担当し、エキサイトナイター、近鉄エキサイトアワー、高校野球、関西学生スポーツ中継やタイムリー10でも活躍。特に競馬中継では、ミスター CB シンボリルドルフ・ナルタ・ブライアンが参冠を、 達成した瞬間を伝えたほか、ダンスインザダークサイレンス鈴鹿の新馬戦も担当。1980年代まで競馬実況の中心であったが、1990年代初頭には、久保房を浜野刑事宮本秀樹、寺西祐一ら後進に譲る判断で土曜競馬中継の司会進行に回る。しかし、 イトマン事件の影響を受けた KBS 京都が1994年に会社構成法の適用申請をするに至り、木を同じくしてこの事件に激怒した浜野寺西らが KBS を退社する事態となったことから人材不足を補うべく実況に復帰。退職後はフリーアナウンサーとして活動。古巣 KBS のプロ野球中継を担当したほか、 京都市伏見区の FM845 でラジオパーソナリティを務め2015年9月29日のピッカピカラジオを持って引退。TBS 京都 FM845 ありがとうございます。